ます。太鼓いかがでしたか。終わりの太鼓のね、以前終わりに出陣太鼓というのはね、まあ、今から12、3年前にですね、ずっとやってたんですけど、まあ、ご存知のように、まあ、この中でも太鼓をいっぱいやってましたけど、まあ、実際に私はもう70になりますので、まあ、こんないつまでもやってるんですので、一応ですね、まあ、一つの切りで太鼓をちょっと、休業中なんですけどね、やめておりましたら、まあ、太鼓を見て皆さんがね、若い人がや太鼓叩きたいなっていうことでね、やっぱりそんな声が来て、まあ、桜台とかね、まあ、今3年目、今年で3年目ぐらいですかね、で非常に、まあ、皆さんの前で打てるようになったということで、まあ、僕らも非常に良かったなってことを思ってるんですけど、そんなことでございます。まあ、今日はですね、最近朝一番に地元の割引のですね、グイさんでお話をされたんですが、今日は例のこのニアのこのネットワークの歴史町づくりのワークショップということで、まあ、実際はワークショップって私はもう何をやってるかというのが非常に難しくて、まあ、何をお話したらいいかなとちょっと思ったわけですけど、まあ、そのようなことで今日はね、その時間を、まあ、それ見ますと今から1時間も。まあ、実際しゃべることになりますので、せっかく寒いことになるので、まあ、ちょっとね、こんな雰囲気だけ味わっていただいて、また私ども8月に祭りがありますので、その時に来ていただければと思います。先ほどちょっと紹介がありましたが、まあ、私も保存会の会長になりまして、まあ、3年目でございます。だから全く名前だけで、中身は分かりません。本当に恥ずかしい話です。また、こちらの、今日、保存会の役員として、7名来ておりますが、まあ、皆さんも本当に実際に地元に住んでて石垣祭りとか神社の、役員とかそういうのをやりながら、まあ、たまたま保存会の役員さんも兼ねてやってるということで、実際には本当に皆さんに石垣祭りはこういうものだって歴史を語るというのはなかなか難しい。今日見えてる皆さんの方が歴史のことは詳しい方ばかりですので、まあ、恥ずかしい話でございます。まあ、本当の気持ちだけの話していただきましてですね、まあ、という形でね、そんなに1時間も全く十分時間はないと思いますので、まあ、今ちょっとテープもかけますが、そんなようなことで、一応資料をですね、参考にということで、持ってまいりました。どんなふうに進めたらいいかというのも分かりません。まあ、試合祭りということで、これはね、この一番表紙に、宮城県、民族文化財、県下の記載、試合祭り、まあ、民系文化財というふうになっておりますが、このパンフレットのね、この一番最初のこの作りは、これ、何年前ですかね、愛知万博、今、12、3年前の万博の時に、入山の担当の番がありました。その時に、まあ、ここに今日はね、ちょっと来ていただいている小村さんたちが中心でね、こういう万博に横文字で出て、PR しようという形で持ってきて、この平祭りを宣伝したんですね。その時に作ったパンフレットの大事なんかを使ってありますが、まあ、英文でも裏にも書いて、紙で書いてもらってもらったんですけど、まあ、今日はここに入っておりますから、こんなような感じですね。で、この絵は、小川先生に書いていただきましてですね、そのような形で作ったものでございます。それで貼れていただきますと、この中に石上松の由来が書いてございます。まあ、石上松そのものはね、石上松由来というこの一つの、この総務省の方には、パワースポットワークフィジンというのはございます。これはですね、で先ほど議員さんでね、山田議員さん、それから今、鈴木議員さんも地元の方を来ていただいておるんですが、山田さんが、担当、いろいろアドバイスいただいた本でございますので、よろしくお願いされます。まあ、思ったことをこんなことで話していくということで、いいですかね。そんなことでやらせていただきます。山田さん、
せっかくこのいいのを作ってもらったアドバイスじゃないだろうね。いや、山田議員さんがね、今、駆けつけて寝てるみたいですから、ちょっとね、挨拶の方なんか、早くコメントしてください。もう私は届いていませんし、私からはやっぱり、お話しするのは上手ですから、すいませんね。先手向かれてやってください。僕はしゃべるつもりで今日聞けなくて、打ち上げの関係でね、今日やられるというのを聞いたんで、聞きに来たんですけれども、私は今、イデオの司会議員をさせていただいております、山田拓郎と申します。で、たまたまこの石上祭りのですね、保存会の今、顧問という立場もいただいてまして、さっきお話しされた宮司がですね、私の親父のいとこなもんですから、宮司とも親戚になるというような間柄で、石上祭りもですね、ずっと前から、私も実際にやらさせていただいてますし、楽しませていただいています。で、今、会長からも話があって、この後もお話あると思うんですが、石上祭り の本当に素晴らしいのは、やっぱりこの祭りをめぐるそのストーリーがあるということですね。セクラベ伝説、ここに今のパンフレットにも書いてありますけれども、本宮さんと割藤の、ね、神様がセクラベをして、で、割藤の方が負けたんですね。で、俺のこういう山を高くしてほしいということで、尾張の神様が、村人のところに訴えられまして、それをこうね、夢枕に立たれて、でそれをこう村人が実際に石をあげて、で願い事が叶ったというようなことから石をあげる風習が始まった。でこれは180年の歴史があるお祭りでして、でこの祭りの素晴らしいのはやっぱり参加型の祭りだということですね。で、犬山には犬山祭っていう城下町でね、やってるお祭りもありますが、これは13町内で山を持って、で、神事を行ってくるわけですけれども、なかなかその外部の人間が気軽に参加するっていうものじゃないです。見ることは当然たくさんの方ができるんですが、ただ石上祭りは、自分で石を実際に上げて、で、参加できるというところが非常に石上祭りの面白いところではないかなというふうに思ってます。で、8月の第1日曜日が毎年ね、お祭りの日ですけれども、大変暑い時です。で、なんでもっと涼しい時にねあってもいいじゃないかって思うんですけど、僕はきっとそんな暑いクソ暑い時によく石上げてくれたと。いうその神様がやっぱ暑い時期にあえて住民の方が、ね、石をあげたことに対してご褒美でいろんなご利益といいますかね、願いが叶うというご褒美があるんじゃないかなと勝手に僕はそう思ってますけれども、そういう、お祭りです。で実際ここに祭りで使うその石があって、でこれは八軒釣りですね。で大体グループで開ける方っていうのはこういう形で石を釣ってですね、山を上がっていくわけです。で、八点釣りとそれから十六点釣り、点というのは8人ってことですね。8人で釣る、で16人で釣るもの、それから32人で釣るものっていうのがずっとこういうふうに何て言うんですかね、この棒にくくりつけてですね、組まれるわけですね。で、さらにもっと大きい石を上げる方もあります。大体大きな節目ですと、昨年から大口町さんかな。そうですね。昨年の大口町が調整施工50周年で、かなり大きな石を上げられまして、そういう時は台車に乗せてですね、もうそれだともう人力だけではなかなか上がらないんで、ウインチでこうガーッと引っ張ってね、上げる、ものすごく大きいです。もう何トンというね、石を上げるという場合もあります。何年かに1回は。で昔はきっとそれも人力でやってたんでしょうね、大きいのもね。今はそういう道具を使ってねやる場合もありますけども、で、一般的にはこういう、8点釣りとか16点釣りで、石を上げる。でこの石はだいたい自分で大きさ決めれるもんですから、大きいやつを挑戦したいと思えばそれをやれますし、ちょっと軽めにしとこうかって、ある程度自分で選べるわけですね。でここにいろいろ
カラフルな布がこれありますね。これお手拭きというんですけれども、あのここにあのお願い事を皆さん書いて、であのずっと上がられると、まあ、ここにあの反抗してもらえるんですが、頂上まで行って、でそれは実際に、願い事が叶うよということなんですね。でこの石をこうずっと上げてあの山を登っていくんですけれども、その時に、まあ、今流れているこの歌ですね、この石上げの歌、この歌を歌いながら、あのよいさよいさと言ってあの上がっていくというようなお祭りです。で、さっき、まあ、話が犬山の無形民族文化財にもなってまして、で、こういうお祭りをですね、やっぱりこれからもどんどん私たちも、大事にして広げていきたいというふうに思っています。で、さっきも言ったようにこれ参加型のお祭りですから、個人でもあげることができます。で、当日お宮さんの方に行っていただくと、個人で私あげたいといえば、ちっちゃな石を用意していただけますので、気軽にご参加いただけます。で、個人で参加する場合は300円でその石を用意して上がっていただけますので、そんなにお金がかかるあれでもありませんし、非常に健康にもいいと、山を登る意味で、最近では石上祭りの時じゃなくてもですね、パワースポットということで終わり口に登られる方が非常に多くなってます。ですからぜひ暑い時期でありますけれども、お祭りを体験していただいて、改めて犬山の、ね、魅力として、お楽しみいただけたらありがたいなと思っています。まあ、ちょっと急に振られたんで私も十分な説明ができたかどうか分かりませんけれども、すいません、私の説明はこれぐらいにさせていただいて、もう一回会長の方に戻させていただきます。もうすいません。さすがですね。まあ、私がやりたいなと思ってみんな言っておられたんですけど、ね、本当にありがとうございました。最初にね、ボードイン宮司が保存会は9年だったけど、実際は11年に保存、まあ、9年頃からそういう話があって、石上祭りの伝承保存会は11年の4月に一応立ち上げたわけでございます。それから今の無形文化財、市の無形文化財にしていただいたのは平成14年の3月ということで、まあ、いずれにしても、まあ、10年以上経っておりますけれど、なかなかその祭りそのものをね、今岩本さんが言われたように参加型ということでね、非常に暑い時、まあだんだんやっぱり子どもさんたちが大きくなってきて、そういう世代も変わってきて、時代も変わってきてということでね、祭りそのものの石を釣る数というのはそんなにないんです。まあ、実際、昨年の場合も、まあ、今言った32人で数大きいですね、まあ1頭には行きませんけど、それに近い大きい石というのになりますと、32人で済むのが一番大きい石ですが、まあ、それが実際には2つ押し上がっておりません。まあ、ちなみに、まあ、地元は昔はね、ほとんど実際には30個から40個ぐらいの王立の集落でしたから、その町内の人は石上祭りを皆さんに来ていただけるようにそういう準備をしたり、接待をしたりとかね、そんなお家の休憩所にするからどうぞ使ってくださいって、そんなような形で、接待をしてたという形で、石を釣った人は、まあ、比較的地元の人はないです。まあ、今言ったように、この五郎丸の五郎丸地区の方が、まあ、始めただろうというような言われの中から、だんだん、大口町から馬とかそういう形ですね。で、石なんか非常に見ていただくと面白いんですけど、まあ、非常にたくさんの石が、並んでおります。まあ、その石を撮った写真をですね、我々の座の三州殿の中には写真を撮って飾っておりますが、その中には非常にやっぱり、一つの昔はグループ、まあ、あるいはそういう会社とそういうもので非常に団結絆があったんじゃないかなと思います。特に見ますと、石、大きい石なんか見ますと船ですね、競い合います、船を船頭さんたちのそういう組合とかね、そういう人たちが手頃非常に大きな石を上げています。それは今、山さん言われたように、
当時は、まあ、僕らも聞きますと、船をやってたんだから木を下に引いて引っ張ったんじゃないかとか、そのようなね、いろんなお話もありますけれど、まあ、こんな石をどうして頂上まで上げたかなというような石がいっぱい上がっておりますので、まあ、ぜひまたもうしょっちゅう登ってみる方もあると思いますけど、一度ワイル石で登られたからね、そういうのを、正面を見ますと石がいっぱいありますので、まあ、こんな石が上がっておるかなというようなことのね、歴史を感じてもらえばただただってことを思います。それでね、今ちょうどこれ歌を歌っておりあの使っておりますが、この歌もね、非常にいろいろ種類があります。一番下の平坦を歌うところもうちょっと、書いておきましたけど、まあ、一番、簡単な歌は、まあ、今ここに出てる歌です。それから山の休福の歌に行くとまた、歌が違ってですね、歌も3種類ぐらいございます。まあ、大体今一般的にここに書いている山の普通の仕上げの歌ということになります。だから山の音やまさかの歌とかっていろいろありますけど、そんな歌を歌ってですね、まあということです。まあ、当時は楽しみはこの石上祭りいると、飲めるくらいぐらいなんでね、そんなようなことがあったかなというと思いますけど、今は非常にね、まあ、そんなことはちょっとなくなりますんですがね、ですね、いろいろどんなふうにお話ししたらいいかというふうに思いますけれど、一応あの最終的にはね、ここの、先ほど山田さんが説明したパワースポットという、パワースポットって、ワイルド人のパワースポットは何だと言って、非常に、まあ、私ども、自分たちでも、まあ、疑問を持ちながらこう考えていたんですけれど、窓押しブルマはございませんが、まあ、ここに書いたような、今、どこへ行くと、一つのポイントからこう見たり、眺めた人では、ああ、それはパワースポットだなというようなところを思うわけですけれど、まあ、なんとなくこういうことかなということで理解していただきたいと思います。まあ、例えば、中央道を言いますと、分切り峠の道路を言いますとね、自然のところに座って、こうやってじっと30分ぐらいから見ると、自然のこのすごさを感じて、自分の心になんとなくこう勇気が湧いてくる、そういうスポットが、ね、分切り峠のようにありますね。それからもうちょっとこっち行くと、今の、日本の松道大を言われているような、下里の里、下国の里とかですかね、まああいう見ると、わー、自然だな、いいなという、まあ、そんなような雰囲気の中で、まあ、私ども、割り富士そのものは、まあ、登りながら見て、自然を感じて、自分に何かを感じるという、そういうスポットかなということを思って、ここに挙げさせていただいておりますので、スポットといっても、ここに、特にこれだというものはございません。もうそういうものを自分で感じていただくというような形で、取り上げさせていただいております。まあ、これは、昨年ですね、これもパワースポットの市の広報に合わせて全国配布して皆さんにワイルド石を少しでも理解していただこうということで、織り込んだものを今日挙げさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、参加したいということであれば、こういうような形、ここに載っておりますので、これを呼んでいただいてというような形でと思っております。まあ、どうでしょうね。どんな風に、いいですか、こんな形で話してね。時間がちょっとわかりませんので、まあ、あまりな、コメントが話したと思うんで、また私は、まあ、5分ぐらい話させていただきます。まあ、終わり無事、まあ、ここの庭の人もね、本当に、まあ、大沢君と終わり、まあ、まあ、いろいろそうちょっと考えてみますと、神社の関係ですよね。まあ、神社と、まあ、私は直接関係ございませんが、神社そのものは稲山地区にはね、神社を創始するのは、稲山ですと54神社が、ね、小さい宇治子の神社とかそういうのを合わせて大体稲山54とかあります。で、昔廃藩置県になる前からは神社に格式が決まってたんです。1等級から12等級ぐらい、まあ、この辺で一番、稲山で、一番、まあ、今はそういうのはないですから、まあ、そんなこと喋っとったなということですね。まあ、その後だったら誰が喋っとったということになりますけど、まあ、この辺で一番、上級になってたのが、大原さん、ね、田原人種さんが、大原稲山では一番、その次は、八幡神社さんが、東急的には上の方になりました。で、その次は大原富士、それから、
まあ、あの横川神社、虫川神社、から鳴海神社で、それから三福寺さんというずっと12通りあって、大体こう14くらいあるんですね。まあ、その中で宮司さんが見るのは答えたら、あの今言った有栖川神社、大和田さんと尾張氏と三福寺さんと4つしかないんですね。まあ、そんなようなことでね、あの神社の中で色々見てみると、ああと思って、その歴史をそういう中で、あの色々どんな歴史があるかということでちょっと思いながらね。で、天下の鎖屋って言って、この尾張に書いてございますね。で、この尾張の、三大祭りって何だろうなというのを思うんですけど、なかなか的の絞れないです。まあ、石垣祭りは地元から言ってますから分かるんですけど、まあ、大和田さんの目の山に、法然さんや尾張神社と、小牧の方と両合わせて、まあ、内容一本だから、それの、まあ、神社だろうな。もう一つは、多分、墓祭り、大野のね、この辺の旗浦祭りかなということで、まあ、3つあるんですけれど、まあ、その中でやっぱり、参加型というのは、まあ、裸祭りも自分で、自分のために行ってね、自分の役を払うとか、そういう意味で参加される、まあ、周りにも仕上げ祭りに参加するというような形かなということで、まあ、3つの祭り、だから非常に、まあ、私ども、責任は重大だな、守ってこうと思って非常に難しいなというと思うんですけど、まあ、これはね、あの地域の皆さんがこういう文化を残していこうという気持ちになっていただければ残っていくかなということを思っておりますが、まあ、いずれにしろ、あの参加型というのは祭りの中でも非常に本当少ない、まあ、石がつくのは四日市に石捨て祭りがありますけど、石あげるというのはね、本当、まあ、全部の一つということですね。それからもう一つは、もう少し考えたら、日本の中で尾張富士、まあ、富士山の富士がつくところは、まあ、確か1500近くあるんですけど、ね、あの本当の尾張富士浅間神社というたり、富士という名前を使っているのは全国の稲山、まあ、だけで、まあ、富士山についてね、稲山終わり時だけだというようなことをちょっとね、いろいろ先輩たちが聞きますよ、そんなことを聞きますので、非常にまあ富士という名前そのものも貴重だなということですよね。何か感じるようになります。で、終わり富士でここにはちょっと書いてよく見ますと、パンフレットの中にはドッとして出てるけど、これね、うちの方でも非常に皆さんで、私たちも迷っているところですけど、これあのパンフレットの尾張富士、大宮浅間神社とかで、富士のところに尾張富士の富士には点がございませんですね。で、富士山の富士は点があるんですけど、なぜ何があるかという話がいつも論議が出るんですけど、まあ尾張富士は富士山は日本一で、それに上がって一歩下がって点がないんだろうっていう皆さんで、先輩が言われてそうかなというと思うんですけど、尾張富士の富士は点がないんですね。そんなようなことで、まあそういういろいろ歴史の中を聞くと、いっぱい面白いことが出てくるかなというようなことをちょっと思っております。まあそんなような形でね、まあ石垣祭りにまつわる、まあそういうさまざまなことを、まあ私はなりに考えていろいろなことを考えております。まあそんなところですね、ということでございます。そして、まあ、石垣祭りについては今この言われたようにこのような形でなっておりますので、これをちょっとうちの保存会の中でちょっとどんな形で担ぐかということを担ぎながらやって、まあ、終わりにしていきたいなと思っておりますので、よろしいですかね。それが行く前に何か、ご質問とかこのこと聞いてみたいなことがございましたら、言っていただきまして、ぜひ疑問だなと思ったらまた8月にぜひとも来ていただきたい。この中にちょっと火祭りのことは書いてございますから、もしよろしければ火を吹くすの夜など8時から花火の合図とともに、子供たち、まあ、大人たちが火を振って降りてくるんですが、もともとはね、これは6月の5月の31日、まあ、ちょっと昔は5月の31日に、我々時もその石を釣る前に、この、釣っていくところを清めるという、そんなような趣旨で火が振られたというところが文献には出ておりますが、まあ、実際には、まあ、火を振って、今でも、まあ、降りますけどは、まあ、実際は石が終わった時刻に、まあ、8時から時から夜ですから、降りますから、まあ、その趣旨とはちょっと反しておりますけどは、まあ、自分の身に、
かかるとそういう、まあ、避けるという意味もありまして、そういう、まあ、手を振っておるんですけど、実際は、参道を清めて、石をつるで、怪我のないようにという、そういう趣旨で振られたんじゃないかというところでございますが、今は祭りの要素で、そのやはり石上祭りを見て、まあ、花火を見て、火を振り伏せて、非常にわっという湧くというね、目をドキドキするような、そんなような祭りに変わってきてまおりますよということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、ちょっとね、とりとめのない話で、感じましたけど、そんなことでお願いしたいと思います。何かありましたか？はい、まあ、説明はそのぐらいで、下手ですね、実演のようにやらせていただきますので、うちのメンバーですいません、衣装をここ担いでこっち行きたいと思いますので、よろしくお願いします。